はいどうも、レイヤランです。今回ですね、もうやばいですよ。もうすごい企画をですね、ご用意させていただきましたということで、今回行っていく動画はですね、私レイギャルンの最推しである小泉花代ちゃんと私のですね、相性をプロの占い師さんに占っていただきましたということで、いやー、僕もね、正直ね、いや、まあ、あくまで、やっぱりその、作品のキャラクターではあるじゃないですか。その作品のキャラクターと、占いって、その、実際の僕の占いって成立するのかなって、まあ、思ってたんですが、それがどうやらですね、全然いけますよ、とのことなので、もう本当に、もうガチの、もうガチの占い師さん。対面でね、はい、ビデオ通話にはなるんですけれども、対面でちょっと占いをしていただくといった形に、いや本当に、いやこんなことが実現していいのかのレベルにはなってくるんですけれども、いやぜひ今回の動画最後までご視聴いただければなと思います。はい、というわけで、今回はですね、電話占いのシエロさん、バネッサ先生ね、今お電話がつながっております、はい、よろしくお願いします。お願いします。今回はですね、まあちょっと僕の推しである、小泉花代ちゃんとの運勢を、はい、運勢というか、まあその相性みたいなのをね、占っていただけるっていうような形でお伺いしておりまして、はい、はい、もう今回だから非常に僕もワクワクしながらちょっとね、ここを来させていただいてるので、ぜひぜひね、小泉花代ちゃんとの、ちょっとまあ相性っていうのをね、ちょっと見ていただきたいと思います。まあちょっと、普段はですね、はい、電話占いのシエロさんということなので、うん、普通は通話の方で、ね、電話の方でしていただくっていうような形みたいなんですけれども、今回は特別にね、ちょっと対面でちょっとご通話の方させていただくということで、じゃあ、早速一応小泉花代ちゃんってね、はい、僕の、まあ、ラブライブっていう作品の、はい、まあ、推しキャラクターが、いましてですね、僕も7年間8年間ぐらいずっと推し続けてる、ね、推しキャラクターなので、 いやもうありがとうございます、うん。でまあ、ちょっとね、引っ込み思案というか、ちょっと自分に自信がなくて、うんうん、なんかちょっとこうあんまり前に出たくないなみたいな、自分なんかっていう、まあ、女の子なんですけれども、やっぱりそのなんかこう、まあ、作品の中でですね、まあ、ちょっと自分をどんどんとその仲間とのやり取りだったり、はいはい、ちょっとまあ成長していって、まあ、ちょっとそのアイドルを目指すみたいな物語なんですけれども、アイドルに対しての知識は誰にも負ける気がしないみたいな、結構強い信念を持ってる子なんですよ。素晴らしい。はい、ちょっと引っ込みちゃんだけれども、そういったなんか芯はしっかり持ってるみたいな女の子で、うん、はい、その、彼女との、まあ、相性とかをちょっと占っていただければなと思います。とバネッサ先生はですね、どういった感じの占いの、例えばやり方だったりとか、その占いのタイプで、はいはい、占っていただけるのかなっていうのもちょっとお伺いしてもらってもよろしいでしょうか。ですね、霊視と霊眼ですね、とあとタロットです。タロット、すごい、タロット、いやね、はい、これちょっと今日これ見てくれてる人結構嬉しいと思うんですけど、ラブライブっていうその作中、うんうん、タロットカード出てくるんですよ、しかもタロットカードで占ってくれるキャラクターがいてて、そうなんですよ、だからちょっと待って、タロットとかすごい、いやなんかちょっと親近感がもうすでに、そうなんですね、いやそうなんですよね、ちょっとこうバネッサ先生にもね、作品をちょっと布教しながらちょっと違うか違う今回はちなみにその霊視だったり、そのタロットだったり、やっぱまた別になるんですかね、はいはい、どっちでもいいですし、でも主はタロットでいきましょう。ああ、じゃあちょっとぜひタロットの方で、じゃあちょっと占っていただきたいなと推しキャラとの相性かかってるんでね、ちょっと、はい、そうですね、じゃあいいですか、じゃあ早速、はい、はい、見ていきますね、はい、まずこう何をこう一番最初にこう見ていきたいなみたいなのありますか。あ、そうですね、まあまあ単純にざっくりで相性とかでもいい感じです。はいはいはい、はい、全然大丈夫です。タイプというか相性合ってるのかどうかなみたいなじゃあまずじゃあそこをちょっといいですか。じゃあこれから見ていきます。はい、お願いします。はいはい、ですね、神様を、はい、レイギャル様のところに下ろしたいと思うので、はいはい、カムズマリマスって頭の中で唱えてもらってもいいですか。カムズマリマスを頭の中で、そうです、あ、ずっと唱えててください、はい、そことそれでおつなぎするんでよろしくお願いします。わ、はい、かりました。
おお、はいはいはい。はい、今見ていきました。あ、はい。あ、ありがとうございます。おお、はい。つながったのかな。はい。はい、つながりました。あの、相性的には、はい。なんていうかな、すごくいいお二人ですね、相性は。おお。そうです、そうです。相性的にはすごく良くて、あの、このカードっていうのが、運命のカードなんですよ。これって、めちゃくちゃいいカードで、めっちゃかっこいいし、あの、すごいご縁が深い。いや、ちょっとマジですか。素直に嬉しい。そうです、そうです。これがめちゃくちゃバシッと出てきたので、で、あの、相性はめちゃくちゃいい。で、基本的に、言うと、花代ちゃんはやっぱり、こう、少しこう自分をこう出す、表現することが、もともと苦手な方なんですよね。そうですね、もともとは。はい。で、すごくこう何かの拍子に、こう、自信を失ってしまうと、あ、あれもダメだ、これもダメだ、みたいな。あ、いや、はい。うん、そう。そうなって、でも、とことん落ち込んじゃうんですよ。とことん落ち込んじゃうんですけど、落ち込んじゃうのってすごい完璧主義なところがあって。ああ、なるほど。そうです。それだから、そこは長所として、受け止めてあげれる、エイギャルンがいるわけですよ。なるほど、なるほど。で、エイギャルン様を見たときに、はい、あの、ご自分では気づいてないかもしれないですけど、はい、男としての包容力がめちゃくちゃあるんです。はい、わあ、照れるな。いやいや、ありがとうございます。そうです、そうです。で、あの、行動力っていうのが、はい、エイギャルン様にはあるんですよ。おまあ悩んでてもしょうがないよねって。だから自分で解決策を見つけていける方なんですよ。で、そこと、花代ちゃんがこう秘めてる、そのなんていうかな、こう自分でどうしようどうしようって迷ってる時に、その二人のその力、こうなんていうかな、二人がこう向き合うと、やっぱりお互いないところ部分もこうすごく補える二人なので、めちゃくちゃ相性がいい。すごい。花代ちゃんのそういうところを、まあ僕のそういった性格とかがカバーできるみたいなニュアンスなんですかね。そうです。そうです。お話を、花代ちゃんは聞くのは好きです。お相手の。例えばこう、なんていうかな、好きな人のお話を聞くのが好き。はい。で、どっちかっていうと、おしゃべり大好きですよね、レイギャルンさん。あ、僕はそうですね、確かに。うん、だから、そこでもすごく相性がいいです。例えば、一緒にいる空間の中で、はい、おしゃべりするのが、レイギャルンさん。花代ちゃんは聞く。聞き手。ああ、なるほど。そう、それですごく、なんていうかな、空間が、はいはいはい。こうなんていうかな、二人ともが心の満足っていうの。おー、いや、で、すごいな。こういう部分とかも、いや、すごい、いや、なんか本当にね、あの、花代ちゃんのなんかそういう部分とかも、なんか全然ね、すぐにパッてこう、分かってらっしゃるっていうのは。いや、なんか多分だから、あの、バネッサ先生が、あの、アニメ作中見たら、うん、ほらなって言うと思えるんですよ。見た逆に。ね、でしょみたいな。いや、すごい。相性的にはもう全然 OK みたいな。あ、相性的にはすごくいいです。じゃあ、まあ、ほぼほぼまあ、相性っぽいくだりにはなると思うんですけど、花代ちゃんが僕のことをどう思ってるかみたいなのって、はい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 。いけます。いけます。これ、すごいですよ、これ。いや、めちゃくちゃ気になりますからね、やっぱ僕としては。ねえ。はい。はい。見ていきました。はい。はい。念じておりました。そうですね。やっぱり、あの、第一印象としては、行動力に満ちてる人だなっていうのがありますね。なるほど。花代ちゃんからしてもそう見えるわけですね。そうです。そう。で、その花代ちゃんの中でのレイギャルンさんの自分がを見ててくれる、押してくれてるっていうことがすごく勇気になってるっていうのは言ってるんですよ。いやもうそれもうオタクが言われて一番嬉しいセリフ。本当にそれはいてくれるだけでその心地いいこう空気感っていうんですか。なるほど。それが流れるっていうのは言ってますよ。こうやって面をこうやってしてくれてすごくこう心地いいその空気感にしてくれるっていうのは言ってて、今は少し距離があるかもしれないけど、はい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 。僕がその推している花代ちゃんっていうのはそのラブライブシリーズもそのなんかいろいろ作品がありまして、で一番その初期というか
1作目のキャラクターなので、うんうん、まあ供給っていう言い方するとあれなんですけれども、ちょっと今こうメディアとかいろいろなところで出てるっていうキャラクター、またあの新しい子たちが多いので、うんうんうん、僕はもうその家中にもう あらゆるところに羽代ちゃんがいるので、まあ、あのあれなんですけれども、やっぱりその作品としてのなんかそういった供給っていうのが今ないから、積極的にそのなんか押すタイミングっていうのが確かになかったりはするので、だからまあそれがちょっと距離っていう部分なのかなって、ちょっと僕個人的に思った部分ではあるので、いやでもやっぱりね、そういった中でも誕生日とかにはもうすごくお祝いもしたいし、まさしくですよ、やっぱりもうあと5日後盛大にお祝いしてあげようって思いましたね、本当に。じゃあ、いや本当にそれです。それすごく、その今は例えば距離があるかもしれないけど、めちゃくちゃその染みてますよ、はい、あ、よかった。もうなんかそれが聞けただけで嬉しいですね。素直に、あ、もう本当に大好きでよかったなって気持ちが今一番強いですね、やっぱり。いやー、いや、それはやっぱりそのなんていうかな、応援してあげたいっていう気持ちがやっぱり花代ちゃんに届いてる証拠ですよ。あー、嬉しいな。もうそれ、うん、もうそれ聞けたらもう本当にもう、いや嬉しいです、本当に。まあ、最後にちょっと僕一個だけ気になってることがありまして、はい、でこれ、いや、で、分からないんですけど、小泉花代ちゃんがですね、まあ未来に、まあ、あとまあ何年か経った、今はね、あのプロフィール上では15歳っていう記載をされてると思うんですけど、花代ちゃんが未来に何をしてるかみたいなとかって、はいはいはい、そのタロットとかで分かったりします？分かります。あ、すげえ。マジですか。いや、まあまあこれはね、もう本当にまあちょっと興味本位でぐらいの気持ちではあるんですけれども、まあじゃあ花代ちゃんがまあね、まあそのもう作中知ってるね、あの視聴者の皆さん的にはね、まあ逆にそれもちょっと気になるのじゃないかなってちょっと思いまして、はい、じゃあ花代ちゃんがちょっと未来にはちょっと一体どういうことをしてるかっていうのを、はい、じゃあちょっとお願いしてもよろしいでしょうか。わかりました。はい、今見ていきました。はい、花代ちゃんなんですけど、高校卒業したあたりに一回外国に行きますね。はい、え、うんうんうん、ああ、高校、あ、卒業したとか。ああ、はいはい、なるほど、なるほど。え、高校生ですよね。はい。いや、あの、一回、びっくりした。あの、ちょっと、劇場版で海外に行くっていうくだりがあったので、いや、それと被ってるのかなと思って、いや、ちょっとびっくりしたんですけど、ね、まあ、卒業後にも、あ、待って、卒業後に行くんですか、一回。もう一回行きます。おお、いや、めちゃくちゃでかい情報。世界のカードと、おぉ、ザ・ワールド。行く。だから、こう、世界に行きますよっていう。卒業した。まず、行きます。その旅に出ます、はい。なるほど。で、それが、何の旅かっていうと、はい、あの、世界の、その、いろんな、こう、料理を食べていきたいっていう旅に出る。うわ、はい、かよちんらしいな、マジで。そう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 、そう。ええー。そう。で、いろんな、その、世界の、こう、食べ物を、こう、自分の舌で食べて、こう、将来、なんていうかな、こう、洋食屋さんだったり、そういう、こう、自分でお店をこうやっていきたいなっていうのがすごく目標としてあって、なんでかっていうと、ダメだダメだって自信をなくしてた時に、はい、やっぱりみんなで頑張って、自分にもこれができるっていうふうに、はいはい、こう、自分に自信はついてるわけですよ、この時期になってる時に。いや、そうですね。まあ、いろいろね、作中で成長はしていくわけですから。この行動力っていうのが、その花代ちゃんの中で出てきて、はい、やっぱりその完璧主義なので、はい、自分の足で自分の舌でみたいな、はい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 、だから旅に出ます。で、将来お店はちゃんと出して、はい、自分の今までの環境をこう変えていこうっていう意志の強さっていうのはすごい見えてます、しかもそのお店めちゃくちゃ人気になります。これ見てください。成功のカードです。これ太陽のカードなんですけど、やったことが成功していくよって花代ちゃん、やっぱりそれってすごいんですよ。意志の強さ、芯の強さがすっごい。こう、いやー、そうなんだ。すごい。なんか自分の好きなことをとことんまでこう突き詰めるんです。あ、いや、なんか、いや、もう、ほんとその通りの子だなって僕もやっぱ思ってて、うんうん、いや、花代ちゃんだったらそうするだろうなぐらいの、いや、もうこれ内容だと僕今思ってるので、いや、すごいな。あ、なるほど。花代ちゃんお見せしますね。何よりもお米が好きな子なので、うん、いろんなお米をやっぱり堪能してっていう、もう世界にまで出ちゃうみたいな、うんうん、世界ま
そう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 。あ、だからあれかもしれないですね。だってその日本食の良さとかをなんかちょっと伝えていくみたいな感じになるのかな。そうですね、もしかしたら世界に出て、うん、日本の米はうめえぞと。そう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 、めっちゃ夢あるな、すげえ。いや、ぜひ実現しててほしい。で、いや、それがなんか分かるって、いや、すごいスピリチュアル。わラブライブでもタロット使う子がスピリチュアルやねって言うんですけれども、いや、でも確かにあのその成功する兆しがあるときにその女の子も太陽のカード出してましたから、うん、やっぱなんかやっぱりそういうね、いやーすごい、いやちょっとね、あのバネッサ先生ぜひちょっとラブライブ見てほしい。ああ、はい、ちょっとね、あのタロットとかも出てくるので。ああそうなんですね。いやちょっと見ます、ちょっと見てほしいですね。いや、はい、すごい。いやということで、まあいやちょっとこれすごいちょっと動画になりました。本当になんかまあ動画というかもうすごい機会を本当にいただけて、もう僕も普通に嬉しくて、いやもう本当にありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。いやあの推しのね相性からもう推しの未来までもう分かっちゃうっていう、あ普通は多分電話での通話にはなると思うんですけど、はい、 ね、でも電話でも全然分かるんですよね、そういうことって、ね、分かります。あーすごい。いやこれもうえねえオタク待ったなしじゃないこれ。ということで、まあ占いとして見ていただくのはまあ大体この辺までねということでですね、はい、はい、本当に本日は誠にありがとうございました。シエロ電話占いの、バネッサ先生でございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。いやーもうすごかったですね。いやもうね、素直に作中でこうのんたんがしてたことがもうすごいことなんだなってこう思うぐらい、いやタロット占いってすごいってちょっともうガチでもう感銘受けましたね。でここで皆さんこう思いませんか。いやマジで、いやじゃあ俺もちょっと推しとの相性とか占ってみたいな。でね、もちろん可能です。ということで今回お世話になりました、電話占いシエロさんに関して簡単にご説明の方させていただきたいと思います。こちら本当はね、電話対応のサービスになっております。そう、電話だからこそできる24時間いつでもどこでも気軽に占いをしてもらえるっていうサービスになってるんです。でこちらの電話占いのシエロさんではですね、様々なもうプロの厳選された占い師の方々が多く所属しておられます。まあ、今回私はですね、まあ、推しとのまあちょっと相性みたいなのを占ってもらいましたが、別に全然その他にもね、運勢はもちろん恋愛運だったりとか仕事の占い、まあ、自分に関する悩みだったりもあらゆるジャンルで占ってもらうことが可能です。さらにですよ、まあそんなプロの占い師さんがまあ揃ってるってことはね、まあそれなりにちょっとこう値段がかかってしまうのではって思った方もいらっしゃるかもしれませんが、なんとですね、たくさんいる占い師さんの中から何名かは無料で体験することができちゃうんですよ。そんなことがあっていいのか。さらにさらに、いやもうね、おめでとうございます皆さん。あのこの動画をですね視聴していただいた皆様に、なんと今回もうありがたい話でございます、キャンペーンとしてですね、まあ、私のこちらの動画の下の概要欄の URL からぜひ登録してくれた方にはですね、特別なポイントを進呈させていただきます。はい、やもうなのでね、もう皆さんぜひもう本当にもう気軽なことでいいんです。こう自分に今悩みがあったりとか、まあなんかちょっと相談できないこととかもね、もしかしたらいろいろあるかもしれません、あの人との相性を見てほしいよとか、もうそんな軽い気持ちで全然いいので、あの本当に無料で何か試せるので、別にその顔とか見せなくていいからね、電話なので気軽にね、もうぜひぜひご登録の上ね、もう皆さんも試してみてください。もうどれだけすごいかっていうのは、まあもう今回の動画見てくださった皆様ならもうご存知あるかと思います、本当に。なのでぜひ皆さんもこちらの電話占いシエロ試してみてください。ということで今回の動画はこちらまでにさせていただきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。レギュラーでした。ではでは、今回の動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そしてこちらの動画もおすすめになってます、ぜひ他の動画も見に行ってみてください。